ひどいわ。エリオットもお父様もみんな工房のことしか考えない。誰も私のことを考えてくれない。昔からみんなみんなひどい。騒がしい。エリオットがアンハルフォードを連れてきたわ。嬉しいわよね。わかってるわ。アンはここで働くわ。それで仕事をうまくこなしたら、お父様はあなたの羽をアンに返すって。やったな、アン。シャルフェンシャルを取り戻せるぞ。うまくいってくれたら俺も嬉しいけどね。アンには悪いことしたし。ブリジットとシャルが取引した時、銀座塔のありかを知るには仕方ないと思ったんだけど、同時に使えると思っちゃったんだよね。はあ？シャルがここに来ればアンは絶対に追いかけてくるだろう。この悪党め。それって私をここで働かせるために？ごめんね、悪党で。でもどうして私を？期待だよ。期待？銀座投資の腕前とかそんなことじゃない。新しいことが起こるかもしれないっていう期待。